赤ちゃんの歯が生え始める時期には個人差がありますが、生後6から8ヶ月頃には下の前歯が2本、1歳頃には上下で4本ずつ、合計8本の前歯が生えてきます。その後、1歳6ヶ月頃には奥歯が上下左右1本ずつ生えて16本になり、2歳6ヶ月から3歳頃までに20本全部の乳歯が生え揃います。虫歯はさまざまな原因が重なってできます。虫歯を作る3つの要素として、1、糖分、2、歯、3、細菌があります。口の中の細菌が食べ物や飲み物の糖を分解して酸を作り、この酸が歯の表面を溶かしてしまい、3つの要素が重なることで虫歯ができます。虫歯の予防のためにはこの3つの要素の対策をすることが大事です。それではそれぞれの対策を見てみましょう。1、糖分対策。虫歯の元になる糖分を細菌に与えないため、食事やおやつの取り方に気をつけましょう。2、脂質対策。生えたばかりの歯の質を強くするため、フッ化物を活用しましょう。3、細菌対策。歯垢、プラークは細菌の塊で、虫歯だけでなく歯肉炎の原因にもなります。歯磨きで細菌を減らすことが大事です。このような対策をすることで虫歯を予防することができます。日頃の生活習慣との関わりが大きいので見直していきましょう。特に歯と歯の間、奥歯の噛み合わせ、歯と歯茎の境目、奥歯の側面などが磨き残しが多く、虫歯になりやすいところです。よく注意して磨きましょう。虫歯のなり始めは白っぽく脱灰と呼ばれる溶け始めの状態が見られます。特に歯と歯茎の境目、歯と歯の間から始まることが多いので、日頃から観察し早めに見つけてあげましょう。品川区の保健センターでは、歯科検診、虫歯予防のフッ化物塗布、歯磨きレッスンを行っています。また、虫歯にしないようにするにはどうすればいいの？歯が生えてきたけれど何をすればいいの？歯磨きを嫌がる時にどうしたらいいの？などの疑問にお答えするために、歯科衛生士がお近くの児童センターで0から1歳児向けの講座を行っています。詳しくは品川区ホームページ虫歯撃退教室でご確認ください。歯が生えて、特に1歳7ヶ月から2歳7ヶ月頃の期間が感染の窓と呼ばれ、虫歯に関与するミュータンス菌が定着しやすい時期ですので注意しましょう。母子伝播、感染を防ぐためにもご家族全員でお口の中を清潔に保ちましょう。歯やお口のことでの心配事やお困りごとがありましたら、保健センターの歯科衛生士が対応しますのでご連絡ください。最後に、ご家族でかかりつけ歯科医を持って定期的に歯科検診を受けましょう。